ニール・ジャニ、ロマン・デューマ、マルク・リープ・組がドライブするポルシェ919、ハイブリッドの2号車がレース時間23時間57分の時点で逆転を果たし、総合優勝した。2016年のルマン24時間レースは、フランス西部自動車クラブが統括する84回目のルマン24時間レースであり、2016年の FIA 世界耐久選手権の 第3ラウンドでもある。2016年6月18日から6月19日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。決勝レースの2週間前の6月5日にテストデーが実施されている。LMP1 クラスではレース残り6分の時点まで首位を改装していたトヨタ、ガズーレーシング5号車が突然スローダウン後停止し、 ポルシェチームの2号車に乗って2年連続でポールポジションを獲得したニール・ジャニ、ロマン・デューマ、マルク・リープ組がレース残り3分の時点で大逆転して総合優勝を果たした。ポルシェ勢は前年に引き続き2年連続の総合優勝であり、デューマは2010年大会以来2度目の総合優勝で、ジャニとリープは初の総合優勝を成し遂げた。トヨタ5号車は 再始動させることに成功したもののラップタイムが11分53秒815もの時間を要し最終ラップは6分以内で周回しなければいけないというルマン24時間独自の規定を満たすことができずに感想扱いとはならず384周もの周回を重ねながら失格となった3周差の2位にはステファン・サラザンマイク・コンベイ 小林カムイ組のトヨタ6号車が入り、さらに九州差の3位には、トラブルに苦しんだ、ルーカス・ディグラス氏、ロイック、デュバル、オリバー・ジャービス組のアウディ8号車が入った。LMP2 クラスでは、ニコラ・ラピエール、グスタボ・メネゼス、ステファン・リシェルミ組のシグナテック・ RP の日産36号車が、レース後半196ラップをリードして、優勝を飾った。 ラピエールは2年連続のクラス優勝となった。ロマン・ルシノフ、レネラスト、ウィル・スティーブンス組の G、ドライブレーシング26号車が同一周回の2位に入り、ビタリー・ペトロフ、キリル・ラディリギン、ビクトル・シャイタール組のオールロシア人チームである、SMP レーシングの37号車が4周差の3位に入った。エレメジットプロクラスでは、初の総合優勝から50周年を迎えた。 アメリカのフォードが、上位ハンド、セバスチャン・ブルで、ディルク・ミューラーら3人が乗る68号車が、クラス優勝を果たした。ジャンカルロ・フィジュケラ、トニ・ビランデル、マッテオ・マルチェリが乗るリシュ・コンペティツヨーネのフェラーリ488、GTE の82号車は26周にもわたって、クラス首位の68号車と、トップ争いを繰り広げた末に、クラス2位となった。 フォード68号車の姉妹車の69号車に乗る、ライアンブリス・コー、スコット・ディクソン、リチャード・ウェストブルクラは、クラス3位に入った。エレメジット・アムクラスでは、スクーデリア・コルサ62号車に乗るタウン・ゼント・ベル、ジェフ・シーガル、ビル・スウィード・ラーラ・アメリカ人ドライバーが、エマニュエル・コラール、ルイ・アグアス、フランスはペロドが乗る AF ・コルセ83号車との接戦を制して、 クラス優勝を遂げた。ハリドアルクバイシ、パトリック・ロング、デイビッド・ハイネ・マイヤー・ハンソンが乗るアブダビプロトン88号車がクラス3位に入っている。当初 ACO は、ルマンの出走枠を2016年に58台、2017年に60台へと段階的に増やす計画を予定していたが、急遽1年前倒しで、本シーズンより60台に出走枠が拡大されている。 自動エントリーの権利は、前年度チャンピオンチーム、または、ヨーロピアン・ルマンシリーズ、アジアン・ルマンシリーズの優勝者に与えられた。いくつかのシリーズには、シリーズ2位のチームにも与えられることになった。2代のウェザーテック、スポーツカー選手権からの参戦チームに関しては、その選手権の実績によることなく、ACOO によって、自動出走枠が与えられた。 WEC にフル参戦している全チームは自動的に招待枠を得た。自動エントリーが認められたチームは車両は前年度の車両から変更することができるがカテゴリーの変更は認められない。エルムズのエレメジットカテゴリーの優勝者と2位にはエレメジットプロかエレメジットアムか出場するクラスを2つのカテゴリーから選択する権利が与えられる。 エルムズの LMP3 クラスの優勝者には、本戦での LMP2 クラスの参戦が必須となるが、アスルムズの LMP3 クラスの優勝者に関しては、本戦で参戦するカテゴリーを、LMP2 クラスか、エレメジットアムクラスか選択する権利が与えられた。エルムズの GTC クラスのからの優勝者は、エレメジットアムクラスしかエントリーできない。 14の自動出走枠が用意されたが、3チームが本戦の参戦を辞退している。そのうちの2チームは、2016年シーズンのエルムズに参戦していない、チーム LNT とマルク VDS である。一方で、前年のルマンのエレメジットアムクラス優勝者として、自動出走枠を得ていた SMP レーシングは、 チームの系列のマニファクチャラーが開発したプロトタイプレーシングカーである BR エンジニアリング BR01 が投入される LMP2 クラスのレースに集中するためにエレメジット・アムクラスでの参戦を見合わせることとなった。この結果、エレメジット・アムクラスでの SMP レーシングのタイトル防衛の可能性はレース前の時点で早くも消滅することになった。 モーガン LMP2 のコックピットに乗り込むフレデリック・ソーセの様子。新技術を採用した車両に与えられるガレージ56の出場枠については2015年においては先行自体が見送られたが2016年の本レースでは2年ぶりに復活している。炎エソ性筋膜炎によって四肢を切断したフランス人ドライバーのフレデリック・ソーセが率いる。 ソーセレーシングチーム41は、オンロークオートモーティブと共同開発して健常者の2人の、ドライバーのみならず手足のないソーセデモドライブ、できるように改造したモーガン LMP2 で参戦した。その福祉改造車両は、ソーセの大腿部からアクセルとブレーキを操作可能にしたパドルが搭載された。ハンドルに相当する方向操打のための装置は、創セのドライブ時について、 創世の右腕に着用する技師とつながる特性アダプターに取り替えられるようにした。その車両は健常者である同僚ドライバーに関しては通常の運転操作で運転できるようにされている。SRT41 は当初新しいアウディスエンジンを搭載する予定を立てていたが、その後 LMP にカー用標準エンジンとして普及している日産製エンジンに変更している。チームは ルマンに先駆けて開催されたヨーロピアンルマンシリーズの開幕戦のシルバーストーンラウンドに参戦したが、これはガレージ56枠のエントリー車両がルマン前に他のレースに出走する初のケースとなった。2016年2月5日、WEC とエルムズと一緒にエントリーの発表が行われ、a c o はそこでフルグリッド枠となる60台の車両と10台の リザーブチームからなるエントリーリストを発表した。ACO から公表された10代のリザーブチームは、公式のテストセッション前に撤退したエントリーチームが現れた場合、代わって出場機会を得ることができる。グリーブスモータースポーツ、ライリーモータースポーツ、プロトンコンペティションは、後にその予備エントリーを撤回した。アルガルベプロレーシングは、エレメジットアムクラスに、 アストン・マーティン社でエントリーしていた TDS レーシングが撤退した時、代わって本戦の出場枠を得ている。6台のリザーブチームは本戦出場の機会を得ないままテストデーを迎えることとなった。サルトサーキットのレイアウト6月5日に公式テストデーがエントリーしている60台のレースカーの参加により、前後2回のセッションに分けて行われた。1回目のセッションでは、 ポルシェ2号車のニール・ジャニンが3分22秒334のトップタイムを出した。2台のポルシェ車の後に2台のアウディ車、そして2台のトヨタが続いた。6台レースカーを投入している、俺かレーゴは LMP にカテゴリーのタイム上位を独占し、アルピーヌ A460 の名義で、俺かレーゴを走らせた、シグナテック、アルピーヌの36号車に乗ったニコラ・ラピエールが、 同カテゴリーのトップタイムを出し、同一車両である、ユーラシアモータースポーツと、マノーモータースポーツが後に続いた。エレメジットプロクラスでは、ポルシェが92号車と91号車で、1から2を占め、コルベット63号車が続いた。エレメジットアムクラスでは、AF コルセのフェラーリ55号車が、トップタイムを出し、スクーデリアコルサのフェラーリ車が続いた。 2回目のセッションでは、アウディ8号車のルーカス・ニグラッシュが3分21秒375のタイムを出して、トップに躍り出た。2番手のタイムは、タイムを更新した、ポルシェ1号車のマーク・ウェーバーが出した。アウディ8号車は、サスペンションの不具合による問題が発生し、その修理のために、セッションの時間の多くを費やすことになった。ユーラシアモータースポーツ33号車のトリスタン。 ゴマンディは LMP2 クラスの最速ラップを叩き出してシグナテック・アルピーヌの前に出た。マイケルシャンクレーシングのリジェホンダ49号車に乗るオズワルド・ネグリジュニアがセッションの残り1時間を切った時間帯で事故を起こしたためテストセッションは早々に切り上げられることになった。コルベットレーシングの63号車に乗るアントニオ・ガルシアは2台のポルシェを抑えて エレメジットプロクラスのトップタイムを出した。エレメジットアムクラスでは、ラルブルコンペティションのコルベット50号車をドライブする、リザーブドライバーのニック・カッツブルクが、セッション1回目の最速タイムを塗り替えている。予選の前に1回のセッションのみが実施される。フリープラクティスは、6月15日の16時より4時間の予定で行われた。セッションの途中から、雨が降り始め、 一時は土砂降りとなるコンディションであったため、クラッシュが相次ぐこととなる。アウディ8号車はセッションの大半の時間をリードしていたが、終盤になってブレンドン・ハートリーがドライブするポルシェ1号車が抜き、さらに残り10分を切ったところで、ニール・ジャニーがドライブするポルシェ2号車が3分22秒011のトップタイムを出した。LMP2 クラスでは、 KCMG47 号車が、シグナテックアルピーヌ36号車と、パニスバルテズコンペティションのリジェ23号車を抑えて、トップタイムを出した。エレメジットプロクラスでは、フォード GT とフェラーリ 488GTE が、リードし、AF コルセ51号車とリシコンペティショーネ82号車の2台の、フェラーリ車に抜かれるまで3台のフォード車がクラスを、引っ張っていた。 エレメジットアムクラスでは、スクーデリア・コルサ62号車がセッションの大半をリードしていたが、残り15分を切った時点で、ルマンのルーキーチームであるクリアウォーターレーシング61号車のロブベルがクラス最速タイムを出した。ピエール・カファーが乗るバイコレスレーシングチームの CLM ・エアー4号車は、ミルサンヌストレートで出荷したために1回目の赤旗が出された。 ルーカス・ニグラッシュがドライブしていたアウディ8号車もクラッシュしセッション終了後には40分にもわたってガレージ作業に追い込まれていた。2回目の赤旗は終了35分前に RGR スポーツ43号車に乗るブルーノ・セナがインディアナポリスコーナーでタイヤバリアに突っ込んで出された。セッション終盤にはステファン・サラザンがドライブしていたトヨタ6号車が インディアナポリスコーナー出口で姿勢を乱してバリアに衝突し損傷した。まもなくペガサスレーシング28号車に乗るイネス、鉄炭ジェもインディアナポリスコーナーでクラッシュして最後の赤旗が出されセッションはそのまま終了となった。全60台のレースカーによってトータルで6時間3セッションにも及ぶ予選が実施された。1回目のセッションはフリープラクティスとは異なり、 ドライコンディションで行われている。翌日の2回目と3回目のセッションではセッション中に雨が降ったため、結果的に1回目のみが唯一雨にたたられないセッションとなり、1回目のセッションで決勝のグリッド順位がほぼ確定することになった。フリープラクティスの後に行われた予選1回目のセッションでは、ニール・ジャニがドライブするポルシェ2号車が3分19秒733の トップタイムを出し、そのまま、ポールポジションを獲得することになった。ジャニーと、ポルシェチームのポール獲得は2年連続であり、それからほぼ0.5秒差で、姉妹車のポルシェが2番手グリッドを得た。トヨタ6号車のステファン・サラザンはさらに0.5秒差の3番グリッドを、続いて、トヨタ5号車が4番グリッドを獲得した。アウディは2台については1回目のセッションで、7号車は、 燃料コネクタの問題、8号車はフロントのドライブトレインのトラブルに苦しみ、結局ポールを獲得したポルシェからおよそ3秒差のタイムで5番手と6番手になっている。ドミニク・クライハマーは、レベリオン・レーシング13号車は、LMP1 のプライベーターの中ではトップタイムを獲得したが、バイコレスはフリープラクティスでの出荷の修理の対応に追われ、 1>, 1回目のセッションには出場できず、タイム不計測であった。LMP2 のカテゴリーでは、G、ドライブレーシング26号車のレネラストが1回目のセッションの残り15分の時間帯に3分36秒605のラップタイムを出し、シグナチュールチームとシグナテックアルピーヌを抑えて、同クラスのポールを獲得した。バシー DC、レーシングアルピーヌ35号車は、 クラス2位グリッドを、シグナテックアルピーヌ36号車は、クラス3位グリッドを得た。ユーラシアモータースポーツ33号車のカバの、キンは、テルトルルージュ近くの事故により、車のフロントとリアエンドに、深刻なダメージをこむることになった。エレメジットプロのカテゴリーでは、ルーマンでデビューした新型のフォード GT が接見し、フォードチップがなしチーム USA68 号車を、 ドライブするス・ュテファン・ミュッケが3分51秒185のクラストップタイムを出し、69号車も0.3秒差でクラス2番手に入っている。フェラーリの新モデル 488GTE の AF コルセ51号車がクラス3番手に入ったが、その直後にはフォードのフォードチップがナッシュチーム UK というイギリスチーム2台がクラス4番手と5番手として入り、 この後フェラーリをレースカーとするチーム2台が続いた。ポルシェモータースポーツ92号車はクラストップのタイムよりほぼ4秒遅れを取るラップタイムであった。リシコンペティスオーネ82号車のジャンカルロフィジケラはポルシェカーブでスピンを喫してグラベルにはまり、この予選のセッションで唯一となる赤旗中断の状況を招いている。エレメジットアムのカテゴリーでは クリアウォーターレーシング61号車のフェラーリ458、イタリア GT ニーカルロブベルが3分56秒827のクラストップタイムを出した。クラス2番手にはアストン・マーティン98号車が入り、続いて AF コルセの2台が3番手と4番手に入った。翌日の16日に行われた予選の2回目のセッションでは、セッション開始時は、 ドライの状況であったものの、途中で雨に見舞われることになる。雨が降り始める前のセッション開始およそ30分ほどの時間帯では、前日の予選タイムを更新できた LMP2 とエレメジットのチームもいくつか現れている。このセッション開始時の貴重なドライの時間帯を生かして、タイムを大幅に更新したチームを次に挙げる。まず一つ目が、エレメジットアムクラスの アブダビプロトンレーシングの88号車でクラス3番手までタイムを上げている。1回目のセッションではウェットコンディションのために一周もできなかったバイコレス4号車は3分34秒168のタイムを出して総合9番手に食い込む。LMP2 クラスのペガサスレーシング28号車はわずかにタイムを更新してクラス15番手に上げた。ポルシェ1号車は このセッションにおけるトップタイムを出したが、それでも1回目のセッションの暫定ポールのタイムより3秒、強遅れたものであった。2回目のセッションは、ドライの状態に回復することなく終了し、各カテゴリーのトップタイムはどれも更新されなかった。4台のアストン・マーティン社すべてが、エンジンの交換を選択し、このセッションではタイムを出さなかった。3回目のセッションは、 予定開始時間からおよそ1時間15分遅れの午後11時過ぎの天候が小雨となった段階で開始されているが10分も経過しないうちに天候は豪雨に変わり間もなく数台がハイドロプレーニング現象の状況に陥りいくつかのコーナーでは霧で視界が遮られるなどの走行に危険な状態となったため再びセッションが中断された雨が小降りとなり セッションが再開した時点では多くのチームがセッションに復帰せずラップタイムもほとんど更新されることなく予選は終了した。なおトヨタ6号車の小林カムイがこの3回目のセッションにおいてのトップタイムを出している。予選の結果に基づき ACO は性能調整のためエレメジットプロクラスのフォード GT20kg のバラストを貸すとともに ターボチャージャーの下級圧を下げさせ、フェラーリ488には 25kg のバラストを貸して、そのパフォーマンスを落とさせた。似たように、アストンマーティンとコルベットにはそのパフォーマンスを上げさせるために、エアリストリクターを拡大させて、吸気量を増やさせた。ポルシェ 911RSR には、特にパフォーマンスに関する変更はなかった。予選1回目のセッションで、 5番手であったアウディ8号車は、規定より多くの燃料を使っていたことが分かり、ベストタイムを取り消されている。その結果、変わってアウディ7号車が5番手グリッドに上がり、8号車は6番手グリッドに下がった。各クラスのボールポジションは太字で表示。最速タイムは灰色値で表示。レース終了3分前まで周囲を走行していたトヨタ5号車のレースカー。 トヨタ TS-050 ハイブリッド。6月18日の午前9時から45分間のウォームアップ走行が行われた。トヨタ6号車のマイクコンウェイが出したトップタイムをセッション残り11分の時間帯でアウディ7号車のアンドレロッテラーが1.2秒ほど上回って総合トップのタイムを記録している。3番手のタイムはポルシェ2号車が出した。 パニスバルテズコンペティションのリジェ23号車がポルシェカーブでクラッシュして15分ほど赤旗中断されて後に再開されてから約8分後バッシー DC レーシングアルピーヌ35号車がインディアナポリスコーナーでコースオフの後バリアに衝突して2度目の赤旗中断となりそのままセッションは再開することなく終了した決勝レースは午後3時にスタートが切られたが 開始直前に降り出した雨は、間もなく激しい土砂降りとなり、セーフティカー先導のレーススタートを余儀なくさせられている。レース開始40分過ぎに、雨が上がり始めると急速に路面が乾いていき、開始51分後には、セーフティカーランも終了して、決勝レースは8周目より、実質的なスタートが切られた。グリーンフラッグが振られると、トヨタ6号車のマイクコンウェイが全車を抜いて、 トップに立った。トヨタ5号車は、ドライバー交代直後に、タイヤからの異常振動が生じて緊急ピットインを行い、そこで1分ほどのピット作業を強いられることとなったが、さほど順位を落とすことなく5位のポジションで、コースに戻っている。アウディ7号車はターボチャージャー周りのトラブルによるパーツ交換のために、ガレージ作業が必要となり、大きく遅れを取ることとなった。 LMP1 では、トヨタが1スティント14周、ポルシェが1スティント13周、アウゲが1スティント12周のペースで走行し、燃費に勝るトヨタが、徐々にレースを有利に進め始める。トヨタ6号車が2位に30秒近いギャップを築いて、トップを維持し、ポルシェ2号車が2位、ポルシェ1号車が3位、トヨタ5号車が4位を走行した。アウディ号車は位走行するが、 カレージ作業もあってトップから2周差をつけられる。アウディ7号車は8周差とトップから大差をつけられた。LMP2 クラスはトップを走っていた。マノー44号車がスタートから5時間を経過しようとする時点でダンロップ式員でスピンし、代わって TDA y TDS レーシング46号車の平川、両がクラストップに立つ。クラス2番手を走っていた。 KCMG47 号車の松田次夫はマシントラブルでリタイアに追い込まれている。エレメジットプロクラスではフォードチップがなしチーム USA68 号車と4.7秒差で追いかけるリシュコンペティスヨーネ82号車との間で接戦が行われる。スタートから8時間半を経過した時点で3周にわたってセーフティカーランとなりレース再開直後に トヨタ6号車がドライバー交代のためピットインし、その後ポルシェ2号車に一時的に先行を許すがすぐにトップを奪還する。ポルシェ1号車は午後11時過ぎに水温が上がりすぎるトラブルで、ウォーターポンプを交換する1時間以上のガレージ作業を強いられた。ポルシェ1号車の長時間にわたる戦線離脱により、トヨタ5号車が3位、アウディ8号車が4位にポジションを上げた。 ポルシェ2号車は215周走行した時点で、パンクのために緊急ピットインを強いられたりもしたが、トヨタを上回るラップスピードですかさずそのタイムロスを挽回し、その結果、1位、トヨタ6号車、2位、ポルシェ2号車、3位、トヨタ5号車の3台の間でのタイム差が1分以内という、非常に僅差で、激しい上位層が続いた。一方、アウディ7号車は16時間30分過ぎに、 再度、ガレージ行きとなっている。LMP2 クラスでは、クラス2位を走行中であった、TDA by TDS レーシング46号車の平川、両がクラッシュし、セーフティカーが導入される事態が生じた。46号車はピットに何とか戻ることができたが、直ちにガレージに入り長時間の修復作業が、試みられることになった。このセーフティカーが導入されている、時間帯に、 トヨタの2台は同時にピットインをして、ドライバー交代を行った。セーフティカーがコースの外に出て、レースが再開すると、セーフティカー導入の間にトップとの差を詰めていたセバスチャン・ブエミンがドライブするトヨタ5号車が、マイク・コンウェイがドライブするトヨタ6号車を追い抜いて、首位が入れ替わり、首位トヨタ5号車、2位、トヨタ6号車、3位、ポルシェ2号車の順位となった。 首位トヨタ5号車と3位、ポルシェ2号車までのタイム差がわずか数秒差しかないという、激しい首位攻防戦が繰り広げられた。バイコレス4号車は火災を起こして、リタイアとなった。小林カムイがかるトヨタ6号車は、開始20時間過ぎにスピンを喫して3位で、コースに復帰した後、チェッカーを受けるために、ガレージでチェックを行い首位から3周遅れに、交代した。 レース残り1時間半の時点で、主位のトヨタ5号車と2位、ポルシェ2号車のタイム差はおよそ30秒となっていた。LMP2 クラスに関しては、ティリエバイ TDS レーシング46号車は結局、修復できず、リタイアに追い込まれている。レース残り11分の時点で、ポルシェ2号車は、スローパンクチャーにより予定外のタイヤ交換を行った。 残り6分30秒の時点で、主位のトヨタ5号車と2位、ポルシェ2号車のタイム差は1分14秒にまで、広がっていた。それから間もなくを、ポルシェカーブを立ち上がったところを運転していた、トヨタ5号車のドライバーの中島和孝からピットに、悲痛な叫びの無線が入った。アイハブノーパワー、ノーパワー、それから、トヨタ t s 零五零ハイブリッドはスローダウンを始め、パワーが上がらず、 時速 200km 以上の速度を出せなくなる。トヨタ5号車は、なんとか、メインストレートまで戻ってくるが、フィニッシュラインを越えた地点で停止した。その横を、ニールジャニーが運転するポルシ2号車が、一気に抜いていき、首位交代する。レースは残り3分25秒という時間帯の出来事であった。レース後に、トヨタ5号車のトラブルの原因は、 ターボチャージャーとインタークーラーをつなぐ吸気ダクト周りの不具合であったことが判明する。ルマンでは6分以内に周回しないとリタイアとみなされるという規定があるが、トヨタ5号車はフィニッシュラインを超えた地点で停止していたために乾燥扱いになるには6分以内に周回して、再びフィニッシュラインを超えなければならなかった。中島和孝は TS050 ハイブリッドのシステムを 一旦リセットして、通常のスタートの手順で再起動を試みたが、TS050 は動き出さなかった。他の手段をいろいろ試行してなんとか再始動させたが、時速 100km までしか速度を上げることができなかった。公式には、トヨタ5号車は規定タイムを大幅に超える11分53秒815のタイムで最終ラップを周回した。このため、トヨタ五号車は、 感想扱いにならず、順位もつかなかったため、選手権でのポイントも獲得できなかった。ポルシェ2号車がレースを完走して、総合優勝を果たし、ポルシェが通算18度目のルマン制覇を成し遂げた。トヨタ6号車が3周遅れの2位、アウディ8号車が12周遅れの3位に入っている。LMP2 クラスを制した、シグナテックアルピーヌ36号車のレースカー。 アルピーヌ A460LMP2 クラスは、アルピーヌ A460 のレースカーをドライブしたニコラ・ラピエール、グスタボ・メネゼス、ステファン・リシェルミ組のシグナテック・アルピーヌ36号車がクラス優勝した。ラピエールは2年連続の LMP2 クラス優勝であった。エレメジットプロクラスは、上位ハンド、ディルク・ミューラー、セバスチャン・ブルデー組のフォードチップがなしチーム。 USA 68号車、フォード GT が、リシコンペティツヨーネ82号車、フェラーリ 488GTE との争いを制し、クラス優勝を飾った。エレメジットアムクラスは、ビルス・ウィードラー、タウンゼント・ベル、ジェフ・シーガル組のスクーデリア・コルサ62号車の、フェラーリ458イタリア GT2 が、クラス優勝を果たした。沢イ太が乗り込んだ。 クリアウォーターレーシング61号車フェラーリはクラス4位、山岸大が乗り込んだラルブルコンペティション50号車のシボレーコールベットはクラス8位でレースを終えている。各クラスの勝者は太字で表示統計レース直後、歓喜にクッポルシェのピットとは対照的にトヨタのピットは重苦しい雰囲気が漂い、溢れる涙をこらえようとする者や人目をはばからずなく、者も,もいた。 5号車から降りるまで比較的冷静だった中島和孝も出迎えたチームメイトのセバスチャン・ブレミとエンジニアの姿を見て感情が抑えきれず涙が止まらなかった。チームメイトについてもブレミは悔しさを怒りに変えているようであったがアンソニー・デビッドソンは深く落ち込んでいる様子が見られた。ただ、トヨタチームに対してサーキット全体が温かく見守ってくれていることが 感じられ、中島和孝は、心に響いたという。いまいち歩みのところで優勝を逃すこととなった、トヨタの健闘を称えるサンジが、優勝したポルシェチームやライバルのアウディチームから、相次いでいる。ありがとうございます。